加炭水系鉄橋は、台湾の公平系に架かる鉄道橋で、台湾鉄路管理局兵東線の急極道駅と六り駅の間にある。公平級鉄橋とも呼ばれる。日本統治時代に、日本人技師の飯田豊治が設計し建設されたもので、1914年に、強用された。1911年初頭高尾港での軍事物資と人員の輸送増加。 平東平原で生産された砂糖製品の輸送の増加、平原上の豊富な生産物の開拓のため、台湾総督府は、鉄橋の建設を開始した。公平系の川幅は広く流れも急であり、建設は難航を極めた。しかし、アサル城の人口や商業公益規模が拡大し、さらに製糖工場の規模と生産量が相当なもので、あったことから、 総督府は早急な建設を促した。こうして鉄橋は台湾総督府の日本人技師、飯田豊次が策定した後期を3年とする計画のもと1913年末に竣工した。総工費は当時の金額で130万円余りであった。工事期間中、何度も豪雨や増水に見舞われ、飯田は疲労の蓄積から病に倒れてしまい。 鉄橋の完成を目前にした1913年6月10日、台湾委員でこの世を去った。友人の小山サブローラによって遺木が作られ、究極道、駅横に埋められるとともに、資金を集めて、記念碑が混流された。1913年12月20日、アサル駅と究極道駅の間が開通し、翌1914年2月15日には、 薬駅までが正式に開通した。当時の台湾総督である佐久間様多が出席している。橋梁の全長は1526メートル。単線の200フィート極限プラットトラス橋24連が水面上15.1メートルにかけられた。そのスタイルは、日本に現存するイビガワ橋梁などと同じ、旧パネルのピン結合のシュエドラートラスと呼ばれる、ものであった。 橋台は楕円型で、下部はコンクリート製で、水切り部分は花崗岩、長さ7.55メートル、高さ4.5メートルである。上部はレンガ製で、橋脚によっては水切りの位置に花崗岩が配されている。高さは9.5メートル。鉄橋の建設に用いられた鉱材は全て日本で、作られた後、高尾港やキールン港から鉄道によって運ばれ、 組み立てられ、多くの人の手によって完成した。当時、アジアで最も長い橋だったことから、東洋一の大鉄橋と呼ばれた。また、この完成により、高尾と平東の間で、第一の陸上交通路となり、台湾南北の貨物輸送における重要な交通の、要路となった。台湾鉄路管理局は1962年の台風で鉄橋が被害を受けたため、 1964年に錆びた部分の鋼鉄の交換を行った。その際、元々の風格や風貌を変えないことを前提として、8パネルのワーレントラスケタを製造した。その部分の上には、台湾鉄路局が作ったことと製造年が刻まれたアルミニウム板がある。新港平景橋1983年、台湾鉄路管理局は安全性を考慮して、 電化に対応したセメント製の新工平系橋を鉄橋の北側に新設した。1987年に新橋は完成し、供用が開始され、鉄橋は1992年に正式に役目を終えた。もともとは撤去される予定であったが、歴史的、文化的価値があることから、高尾県と平東県の地方名士や文化歴史関係者の 努力のもと、1997年に国家二級戸籍に認定された。2007年8月現在、二級戸籍に選ばれた唯一の鉄道鉄橋である。また、2001年の台湾重大土木史籍にも選定されている。2005年7月の台風5号による増水により、橋脚三本及び虎すぎた四景観が被災、流出。 2006年6月の暴風雨でも、橋脚1本及びトラスゲタ2景観が被災、流出した。さらに2009年8月の88水害においても、橋脚1本及びトラスゲタ1景観が被災、流出した。相次ぐ被災によって、公平系の流進部に加境されていた、トラスゲはほぼすべてが流出した状態で、放置されている。右岸、左岸側に残存している。 鉄橋上には、歩道が設けられ、歩いて見学することができる。日本鉄道旅行地図庁歴史編成朝鮮台湾、によれば1527メートル。ここでは、反対アザ版の数値を転記した。前景書に掲載されている写真による。チンブリガーは、広、総重大土木史跡とも史跡作品セリサイ、聖火赤月。 台湾小土木技師公会技師法260期。2014年1月1日閲覧。行編天下2017年4月。コーピー69グルグルブックス級鉄橋。非通知教育園区。ありがとうございます。